はい、アメリカサンタクルーズにあるハトバに来てみました。ここはアメリカで有名な幼児番組の大スタークッキーモンスターのコスプレをした人が周りの人に喜びと恐怖を与えた場所です。警察沙汰にもなったコスプレマン、その素顔を知るのは僕と数少ない人しかいません。大好きなクッキーモンスターが頭を外し、ハトバ周辺を歩いていた時には僕もびっくりしました。ハトバには周辺の海洋生物の生態やハトバの歴史などが書かれている傘があります。目の前にあるものがそうです。ハトバの先にはレストランがあり、そこの道までにはたくさんの小売店があります。サンタクルーズと書かれている T シャツなど、さまざまなお土産なんかが買えますね。釣り道具やアクセサリー、あと食べ物なんかが多く売られている印象です。サンタクルーズは物価が高いので、お財布には気をつけてください。お金を払わず雰囲気だけを楽しむのがおすすめです。ハトバの道なりの途中には砂場がありますが、持参でボールを持っていくとボッチェボールという変な遊びができます。ルールが気になる方のために概要欄の下に遊び方なんかを通訳しておきました。ベンチに名前などが書かれていますが、これは出資者の名前ですね。誰でもお金を払えば多分名前が載ると思うので、お金の持っている方はぜひ。ハトバの先にあるレストランが見えてきますね。わかりやすくレストランと書かれています。アシカだかアザラシだかわからない謎生物がいますね。ハトバの柱を休憩場に使っているようです。カリフォルニア州だとよく見る光景ですね。とプロでもアシカかアザラシかは区別できないと思います。ひょっとしたらアシカでもアザラシでもない新種かもしれないですね。実はこの新種、カメラでは映せないもっと奥側にたくさんたむろしています。つい数ヶ月前、子供がアンパンマンやウルトラマンに乗るキッズ乗り物なんかがここに置かれていた気がしますが、ほぼ間違いなく勘違いですね。その反対側には洗い場があります。ハトバの横には遊園地があります。サンタクルーズ唯一の遊園地です。左側にあるこの砂場の道は何なんでしょうね。非常に都市伝説めいています。
遊園地までの道のりには昔からあった撤去中の教会を憐れみることができます。悲しいですね。なぜか僕の大学講師はこの教会が取り壊されることを非常に喜んでいました。不思議ですね。鳩場の横にある遊園地に着きました。サンタクルーズビーチボードウォークっていうみたいですね。入場料自体は無料ですが、各乗り物に乗るには1000円ぐらい払わないといけない感じです。高いですね。仮に全部の乗り物が閉まっていても入場自体はできます。食べ物なんかも意外と閉まっていても売ってたりします。閉まっている時に比べて人がたくさんいて正直びっくりしました。雨だと閉まりがちです。多分そうだと思います。大体どの食べ物も1000円ぐらいを軽く超えてきますね。まあ平均的に1人1600円、1700円ぐらいを支払って食事を楽しむ形だと思います。遊園地の横には海があります。アイスクリームやチロスなんかが多く売られていますね。あとはホットドッグとかターキーレッグでしょうか。ポテトフライなんかも売ってます。ちなみに各乗り物はポイント制で、特別なカードを使ってそのポイントを支払います。ポイントを補充するブースなんかがたくさんありますね。遊園地にある全施設を楽しもうと思うと1万では足りませんね。まあ入場自体は無料なんで1円も払わずに散歩がてら行くことをお勧めします。この遊園地限定のグッズなんかがありますね。目の前にあるパーカーがそれです。あと靴下が8種類ぐらいあってびっくりしました。遊園地の中には射的などの屋台がたくさんあります。マリオとコラボしているような屋台もありました。土管の中に水を注ぎ、パックンフラワーが登っていくシステムです。一番上に登った人がマリオ関係のぬいぐるみを手に入れられる感じですね。レーザータグやお化け屋敷、遊園地の定番の乗り物は大体揃ってます。アーケードなんかもありますね。思いのほかこの遊園地は広く、鳩場と合わせて1万歩行くことはざらにありますね。遊園地の隣にまた別のアーケードなんかもありますんで、お金の持っている子供は飽きない仕様です。なんか異様に回る系の乗り物が多いですね。そういう文化なのかもしれません。
サンタクルーズは何もないくせに物価が無駄に高く、行くなら、まあ、LA やハワイがおすすめですね。ちなみに元動画の音を切っているのは、風がうるさいのと、あと異様に自分の独り言が多かったからですね。こんなものかや疲れたなんかをずっと連呼しててびっくりしました。はい、こちらはサンタクルーズのダウンタウンになります。ホームレスが腐るほどいて夜は大変危険ですね。謎のオブジェがあります。ほとんど行ったことないんですけど、いろんなレストランや服屋さんがあります。奥側に青いバスが見えますが、あれは UC サンタクルーズって大学までつながるバスですね。こういう道端では警戒心を常に持って歩いていきましょう。こちらの本屋さんは UC サンタクルーズで大学と連携していますね。UC サンタクルーズのグッズなんかも買えます。黄色いナメクジがマスコットです。右にあるのはサンタクルーズ芸術博物館ですね。まあ一度も行ったことはないんですけど、入場料とかあるんでしょうか。左にあるのはお土産に困ったら最適なスーパーマーケット、トレーダージョーズがあります。ちなみにここからは入れないです。わざわざ裏を回って入らないといけないですね。左にある木は桜ですかね。新種かもしれません。